抜いたらんで。受け取り。そちらはどうだ、リュシアタックエフェクト。迷うな。存在します。アタックエフェクト。消え、反撃を行う。ヒロイン登場ですわ。
いよったな。行くか。アタックエフェクト、ビビッドアタック。断罪します。アタックエフェクト了解だ、シャルマ。死を見つけ償え。強くなったようです。私の番ですわ。おいきなさい。よっしゃ、響かせましょう。これ式で満足はせん。足は引っ張りません。ヒロイン登場ですわ。木図にしてあげます。行こう。立て、手抜いたらんで。アタックエフェクト受け取ったら痛い目見るで。死を望むか。諸行無常。行きます。俺様の番だ。切り刻む。また来世。清い世界のために。マジカルエフェクト先行。私の番ですわね。すべてを流します。ワイの番やな。アタックエフェクト受け取ったら痛い目見るで。ステージ準備整いました。これが私の歌。私の場所。アタックエフェクト。えっ、じゃない。
てください。キュイ、準備万端ですわ。一斉攻撃、強くなりましたわ。いけますわね。キュイ、行きますわよ。痛いですわよ。どうですか、やりましたね。バーナード、お前を見ていると同情するよ。なんか悲しい存在だよな。何、こんな風に命を懸けて盾にさせられてさ、そのくせ大事なことは教えてもらえない、かわいそすぎるだろ。貴様に何がわかる。仕方ねえ、教えてやる。フェイスドロップを持ってるのは俺たちだね、オールだ。そんな嘘が通じるとでも。嘘じゃねえ、なんならここで俺たちを調べてもらってもいい。だがよく考えてみろ、俺たちが今すぐここで女神を復活させないのはどうしてだと思う。答えは簡単、持ってねえからだよ。どこにも持ってねえし、隠してもね。お前はいいように使われているんだよ。だからお前を見ていると胸が痛む。知っていたさ、そんなことは初めからな。そうか、それは心強い。あなたさえいればもう百人力だな。それほどでも、ありがとうございます。おや、バーナードさん、大変なご様子ですね。どうした、大丈夫か。どういうことだ。何がですか。フェイスドロップはお前が持っていると聞いたが本当か。なぜ黙る、黙ってないで言ったらどうだ。あなたにフェイスドロップを壊されては困るのです。何、女神には蘇って。だがお前は邪神を。そうです、邪神にも蘇ってもらわなければならない。どういうことだ。あなた方が知る必要はありません。今までだってそうだったでしょね、バーナードさん。人造妖精の装置も肝心なことはお前しか知らない。蘇った兵器もお前しか起動方法を知らない。何もかもがお前の手の中だ。おう、僕に魔法を使ってどうするつもりですか。何をする気だ、バーナード。黙って従うのはここまでだ。あの兵器が完成した今、すべて吐いてもらう。すべて吐いてもらえさえすればお前は不要だ。あれを使って私がこの世界を支配する。残念ですが、グラス、ちょうどいいのでバーナードさんには性能を上げたマイクの被験者になってもらいなさい。でも何をためらっている。早くなさい。は
はい。良さそうじゃないか。もっとだ、もっと。まだまだ、もっといけるだろう。バーナード、歌をやめるな。でもバーナードが、かまわない、廃人にしておけ。どの道邪神に食わせる見えだ。アルレルト、よくもこんなことを。この世は弱肉強食、それは何百年経っても変わらない真実だとすると、僕の方が格花形。もうドルファは不要だな、グラース。はい。もっと。もういい、悪くないバイクです。というわけでみんな、グラスを持ってくれ。みんなと一緒に今日という日を祝えることをとても光栄に思っている。思えば長い道のりだった。まさかオールが俺たちを騙していたなんてな。あの時は絶望に打ちひしがれて、さすがの俺も落ち込んだ。でもあの後やいのやいのと盛り返して、世界の平和を取り戻したんだよな。これもひとえにみんなのおかげだ。心から感謝している。というわけで乾杯。ちょっと何の話よ。いちなんだよ。なんでいきなり大団円のエンディングみたいな言い方をしてるのよ。あれ違ったっけ。私たちはただあのあと砂漠で宝石を見つけただけですわ。その宝石が意外にも高く売れて、たまにはいいレストランで食事でもっていう流れになっただけ。でも本当にいいのかな、こんな時に浮かれちゃっても。まあバーナードとオールを仲違いさせる作戦もうまくいったことだし、それの祝宴ってことだな。では仕切り直しといこうかの。こういう時は年長者の我が輩がきちんと乾杯の挨拶をした方がいいのだろうな。まず世界に平和をもたらした勇者諸君、我が輩からも深い感謝を述べるとともに。ピピン、世界が平和になった設定引きずらないでください。とにかくだ、砂漠で見つけたお宝を売っ払ったおかげで、今日はこのレストランを貸し切りにしてやる。もちろん食い放題飲み放題だ。日頃のストレスを発散してくれ。乾杯。乾杯。ここにいたのですね。やっと見つけたわ。パイガにビビア、
おいおい、お前らを招待した覚えはねえぞ。店員さん、こいつら追い出してください。待て、私たちを攻撃しに来たというわけではなさそうだ。ポジティブ、殺気が感じられない。んじゃあ何しに来たんだ。それが、なんだよ、腹減ってるのか。お前も飯食うか。ファングさん、この方は敵のはずです。いいじゃねえか、腹が減るのはみんな一緒、敵も味方も関係ねえ。ほら、ローストチキンだ、食えよ。ありがとうございます。うまい、うますぎる。最近何も食べてなかったもんね。それでどうした、パイガ。ドルフは終わりかもしれません。どういうことだ。先日のカバレ砂漠の一件の後、花形社長とバーナード副社長は行方不明で、実質ドルファは機能していないのです。行方不明だと。はい、そのせいで今のドルファはグラースの洗脳で無機質に働く人造フェンサーと機械的に働く人ばかりになってしまいました。待って、こいつ嘘ついてるのかも。俺たちが騙した報復で。そう思うのも仕方ないかもだけど、嘘なんて言ってないわ。へえ、私は嘘などついていません。本当です、信じてください。俺は多くの命乞いを見てきた。だが嘘をついてるなら一瞬だ。こいつは嘘をついていない。ポジティブ、脈拍、体温、すべて異常なし。嘘をついていないと証明する。で、あんたは何をしにここへ。ドルファを辞めて逃げてきました。洗脳されることを恐れて。マジか。でもなんでわざわざ俺たちに知らせに来てくれたんだよ。明確な理由などありません。ですがあなたたちには話しておかないといけない気がしたんです。ドルファに反抗してた人なんてあなたたちくらいしかいなかったもんね。オールとクラースはどうした。あの人たちも行方がわかりません。うっおいおい、大丈夫か。私はこれからどうやって生きていけばいいのでしょうか。この後家族にドルファを辞めたという真実を伝えるべきか、それともあえて真実は伏せておくべきか。後者の方が傷は浅く済みそうですが、毎日どういう顔で行ってきますと言えばいいのか。そもそも給料日にお金が入らないことをどう釈明すればいいのか。ダメだダメだ、真実を言った方がいい。嘘でその場をしのいでも、もっと辛い未来が来るだけ。もっと辛い未来。ああ、嘘をつかれた側の気持ちになってみればわかる。信頼関係は崩壊、最悪の気分だ。確かに。全て打ち明けて、みんなで一緒に新しい人生を歩むのがいいと思うわよ。ですわね。おいおい、泣くなって。お前ドルファの幹部だったんだろ、自信持てって。 いえ、そうではないのです。あなた方の優しさが心に染みて、こんな私に温かいチキンのみならず温かい言葉までかけてくださって。ほんとね、こんなにいい人たちだって知らなかった。アポローネスにマリアノ、あんたたちがそっち側に行ったのもうなずけるわ。
ま、困った時はお互い様って言うからな。ありがとうございます。では私はこれで今日のことは忘れません。みんな元気でね。達者で暮らせ。縁あれば再び開港する日も来よう。大変なことになっているみたいだな。ええ、まさかの事態ね。花形とバーナードの行方も気になりますが、僕たちが探すべきなのはオールたちの行方でしょうね。ああ、何か企んでるに違いないだろうからな。どうにかこっちからアルレルトたちを見つける術があれば。そんな方法あるか？一つ気になっていたことがあるんだ。なんだ？ブラースは戦闘になるたびに我々の元に現れるけど、フルールちゃんはあの技は使えないのかい？私はやったこともなければ原理もわかりません。原理ね。例えばこういう普通に話している時には彼女は現れないけれど、戦闘中だけに現れる。ということは戦闘中に何か特異的な状況が発生していると考えられないかい？そうですね。その特異な状況が転移を可能にしていると。歌？え？戦闘が始まるとフルールは歌う。僕たちはそれで強くなってる。リンネ君の言う通りだ。君は歌を歌って私たちに力を与えている。言われてみればアルレルトは私たちの力を共鳴と呼んでいました。誰かの心と波長を合わせることで感情を共有し心に力を与える。心は体に影響を及ぼす。それが私たちの歌なのだと彼は言っていました。なるほど。同調ではなく共鳴か。私とグラースには感情と呼べる強い心の動きがありません。でも誰かの心に共鳴すると共鳴した相手の思いを感じることができるのです。そしてその思いを歌に乗せて戻す。その繰り返しで力を増幅することができます。アルレルトの理論によるとその値は無限大まで。無限大？心の波長とはつまりその人との心のつながりの強さであり、お互いを思い合う心なのだと言っていました。だからお互いを思い合う心が強ければ強いほど歌の力は増幅されると。なるほど。フェアライズに近いのかもしれないね。フェアライズの原理もまだ解き明かされていないが、フェアライズすると妖精はフェンサーの心に宿り共鳴して力を貸すという説もあるんだ。アリンが俺の心に宿るってことか？なんか嫌だな。嫌ってどういうことよ。あんたの中に宿るなんて私だって嫌よ。もうテルヤなんですから。待てよ。そうするとフェアライズした私たちには二人分の感情が一つの生命体にある状態だ。さらにその共鳴が強いほど効果は上がる。例えばアリンさんとファングさんが恋人同士だとすると、お二人の間にはすでに強い心の結びつきがあるということになります。その上さらにフェアライズするわけですから、フルールさんの歌の効果がもっと上がる。そういうことですね。俺とアリンが恋人？勘弁してくれよ。それはこっちのセリフよ。とか言いつつめっちゃ嬉しそうやけどな。どこがだ。
お似合いだと思うわ。どこがよ。二人とも、例えばの話よ。そうだったわ。ふむ、だいぶ見えてきたぞ。おそらくグラースは。なるほどな。少し分かった気がしてきた。私もよ。こうなったらやるしかねえな。よかったよ、お役に立てたみたいで。これで少しは気持ちよく眠れるかな。ハーラーさん、寝不足だったのですか。いや、実はね、結構へこんでたんだ。オールさんには研究者としての格の違いをまざまざと見せつけられてたからね。でも今回のことで少しは挽回できたんじゃないかな。現代人には現代人の意地ってもんがあるってね。そうは思わないかい。そうですね、頼もしいです、ハーラーさん。やはりこの折れたフューリーは僕が手にしたフューリーの片割れか。お前は第三の神の話を知っているかい。第三の神、女神と邪神、それ以外にも神がいるの。そうだ、すでに忘れ去られ限られた人間しか知らない太古の神、魔人と言われている。魔人。一度だけ魔人の血と呼ばれるものを見せてもらったことがある。それはワインのような匂いのする不思議な物質だった。麻薬に似た効果があるらしい。まあそんな話はいいとして、ここには魔人の研究施設もあったはずなんだ。でも荒らされていて資料が残っていない。かろうじて邪神の研究資料の中に少し記述を見つけることができたよ。ほら、ここだ。このフューリー、もしかしたらその魔人の力かと思ったんだがね。どうやらまた別の存在のようだ。こいつのせいであそこへ行き、こいつのおかげで戻ってきた。それは分かった。こいつは…どうした？震えるか。はい。念のため、いつものように監視しておけ。わかりました。そういうことか。相手もなかなかやるようだ。今ので彼らはここへ来るだろう。兵器を配置しておけ。出迎えてやろう。だけどここを戦場にしてしまったら。構わない、どうせもう必要ない。研究には段取りというものが重要なんだ。そしてそれらは全て正しく順々に遂行されなければならない。だがファルムか、君はどこまでも僕の計画をかき乱してくれる。
いました。二人は主家数の塔の研究室に。よく頑張ったわね。大丈夫？どうぞ。お水を持ってきました。ありがとうございます。ハーラさん。なんだい？ハーラさんの理論正しかったですね。うん、よかったよ、役に立てて。おそらくグラースは共鳴の効果でフルールちゃんの心の動きをさせられるんだろう。君の心が動くのは歌を歌う時のみ。それは戦闘中である可能性が高い。君の心が動いたことを察すると分身のような何かを送り込んでくるといったところじゃないか。分身。そう、もしそうだとしたら逆も可能だと思わないか。確かに。それってつまり、どういうこっちゃ。ベタすぎてリアクションしたくねえんだよ。悪くないボケやと思ったんやけどな。どんまい、ガルドちゃん。こんな日もあるわ。話を戻すわ。つまりまとめるとこういうこと。私たちの作戦としては、フルールにわざと歌を歌わせてグラースに悟らせる。グラースと共鳴したと同時に彼女がグラースのもとに分身を送り込む。まさにそういうことだね。さすがマリアノ様、頭のキレが半端ない。ま、伊達に長生きしてないね。俺も同じだけ生きてたら考えついたと思うけどさ。年齢のせいにしてないで正直に分からなかったとおっしゃったら。で、貴様はそれができるのか。でもやってみます。二人を止めるためなら。うん、良い返事だ。何事も自身の意志が未来を開く一番の力になるのだ。なるほどな。少し分かった気がしてきた。私もよ。こうなったらやるしかねえな。よかったよ、お役に立てたみたいで。主家数の塔ね、いっちょ乗り込んでやりましょう。乙女の心をもてあそんだことを平手打ちくらいしてやんないと気が済まないわ。平手打ちの素振り。あんなのもらってしまったら頭がどこかに飛んでいきそうですね。おい、そろそろ行くぞ。あら、ん？なんだい？ありがとな、やっぱ頼りになるぜ。嬉しい言葉だね。みんな頼りにしてる。変人だけど頼りにしてる。最後の一言は余計でしたね。ごめんなさい。いいんだよ、カリンちゃん。その代わりに、カリンちゃん、そのお耳を、あーれー待って待って
全然寝つけねえ。いつもはぐっすり快眠だってのに。まあ近頃はいろいろあったしな。たまには寝られない時もあるか。足音、こんな時間に他にも起きてるやつがいるのか。寂しそうな顔してんな。この歌聞いてると柄にもなく切ない気分になってきちまうぜ。寂しい歌だな。そうですね。楽しくて歌っていたわけではなく、重い気持ちを吐き出したくて歌っていたので。そっか。私は記憶を消されていたとはいえ、アルレルトのことを何も理解していませんでした。一緒にいた時間は何だったのかと、本当の記憶と偽の記憶とが入り混じってよくわからなくなってしまって。悩むなっていうのは無理なのはわかってる。でもあんまり自分を追い詰めるもんじゃねえぞ。起きちまったことは変えられねえし、過ぎちまったことはどうしようもねえ。大事なのはお前がこれからどうしたいかだ。私がどうしたいか。私はアルレルトを止めたい。彼がどんな人であれ、私にとって大切な存在であることに変わりはありません。何かを恨むという気持ちはとても辛いはずだから、それを取り除いてあげたい。どうすればいいのかはまだわかりませんが。そうだな、どうしたらいいのかは俺にもわかんないけど、それができるとしたらお前しかいねえよ、ブルール。はい。ファンクさん、あなたの心を私にくださいませんか。俺の心？ファングさんはいつも強い心を持っています。そんなファングさんの心ともっと共鳴できれば、歌の力ももっと発揮できるはずです。ああ、いくらでもくれてやるぜ。だから元気出せ。ありがとうございます。だからそうじゃねえって、表情が硬い。え？そんな硬い表情してたらいい歌なんて歌えねえぞ。はい。なんだお前、ほっぺたすげえ柔らけえな。ファングさん、それでアルレルトうまく話しまへん。ふーれ、むにむに。ファングさん。悪い悪い。もう、ファングさんたら。やっと笑ったな。やっぱお前は笑ってる方がいいぜ。私が笑っているというのはファングさんだけではないでしょうか。そうか？確かに分かりづらいけど、お前はちゃんと笑ってるし、ちゃんと悲しんでるだろ。思い返すとさ、
オールの方がよっぽど笑顔がなかったよな。あいつずっと同じ顔で笑ってた。本気で腹の底から笑うってこと忘れちまったんだろうな。ファングさん、ファングさん、さっき笑った時私なんだか気分まで明るくなった気がしたんです。不思議ですよね、さっきと何も状況は変わっていないのに。それが笑顔の力ってやつだ。実際は何も変わってねえけど変わったように見えてくる。そんだけ笑顔の力はすごいってことだ。心のパワーの源だ。笑顔を忘れちまったオールの心、しっかり手当てしてやろうぜ。ウルール、お前なら得意だろ。はい、ファングさんに教えていただきましたから。眠ると夜に眠れなくなりますよ。エフォール見つけた。あ、ファング、ぼさっとしてる場合じゃねえぞ。え、どうして。いいからいいから。あと財布と書いてアリン、ついてこい。さらっとなんつう呼び方してんのよ。え、ちょっとファングさん、エフォールをどこへ連れて行くんですか。着いたぞ。こういうわけね。エフォール、これが祭りだ。前に連れてってやるって約束してただろ。覚えててくれたんだ。当然だろ。俺こそは約束を守る男、ファングさん。今日ここで祭りがあるって聞いたから急いできたんだ。間に合ってよかったぜ。祭りばっかりは自分の都合じゃ開けねえしな。ありがとう、ファングさん。エフォールのために。優しいとこあるじゃない。分かりきってることを改めて言うな。とにかく今日は祭りで合流するぞ。はいはい、無駄遣いしそうだけど今日はエフォールに免じて許してあげる。よし、まずは肩抜きやるぞ。最初に肩抜きって豪遊とか言う割に地味に。肩抜き、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、射的、くじ引き、どれも楽しかった。祭りはまだまだこれからだぜ。次はどうすかな。すでにたくさん遊びましたが、祭りって本当にいろいろあるんですね。あ、あれやろうよ、金魚すくい。金魚すくいか、いいな。エフォールなら反射神経いいから金魚がザクザク取れるんじゃねえか。金魚がザクザクってどういう表現だ。金魚取れると思う。光を捕まえる遊びでファングと鍛えた。決まりだな。次は金魚すくいだ。金魚取りまくってやろうぜ。おお。あらら、また穴開いちゃったね。
反射神経はいいけど声の使い方がなくてねえんだよな。何度やってもできない。エコールは器用ではありませんからね。ファングさん、何かコツはありませんか？ポイを水に入れるときも出すときも斜めにスッと抜くようにする。力任せにやるからポイが破れちまうんだ。スッと抜くように。でも次くらいで最後にしないと他の屋台は回れなくなっちゃうの？いろいろ食べたいでしょ？食べたい！ハングまで。そりゃ食べたいに決まってんだろ。ソースの匂い嗅いでたら腹減ってきた。エフォール、頑張れ。落ち着いてやれば、お前なら絶対できる。エフォール、すげえいいフォームだったぞ。やったやった、すごいよエフォール、やりましたね。嬉しい。ファングの言う通りにしたら取れた。俺の指導が的確だったってことだな。あと、おいっていう掛け声も成功の秘訣。お？それ関係ある？何はともあれ、金魚が取れてめでたいぜ。どうだいフォール、祭りって楽しいだろ？うん。くったくった。焼きそば、すごく美味しかった。それにたこ焼きもリンゴ飴もかき氷も。あとイカ焼きとお好み焼きとチョコバナナもうまかったよな。うん、もっと食べられる。きっとアリンとカリンも同じだな。あいつらは途中から別行動してるけど、今頃いろいろ食いまくってんだろうな。おいしくて楽しくて祭りってすごい。私、今までこんなの知らなかった。ファングが連れてきてくれなかったら、多分これからもずっと知らないままだった。ありがとう。まああれだ、気に入ったならまた連れてきてやるぜ。何回だってな。嬉しい。約束。